こちらのお店、川崎なしかさんですね。もう私2010年にダンサーさんがあるんでしょ、主催で、その時はもうその方はリサイタルだったんですけど、その後いろいろやらせていただいて、2年ほどちょっと広いなって、久しぶりに、しかもこのご時世というんでしょうかね、なかなか大変な時期で、私も、去年の12月に僕がコンサートをこういうふうにやらせていただいて、で、その後1月に展覧会を1週間ぐらい、そこで、劇作家の方とかコラボしたりいろいろして、それは少しだけ演奏しましたけど、演奏仕事でパーティーの仕事とかで2月ぐらいやらせていただきました。それ以降ほとんど単発的に多少はありましたけれど、もう腕も生まるし体重もちょっと変わって、いろいろ上がる方もいらっしゃるけど、僕はすごい下がりまして、去年60キロあったんですが、今52キロですね。で、実は中学3年の時からずっと 54.5 から 55.5 の間を、15歳から65歳までですから50年間同じだったんですよ。ちょっとそういうちょっとヨガ的な考え方になって、そういうふうなことを、体質もあるしこれどうしようかと思って、ちょっと母の介護で麦飯作ったりして、そういうのはちょっと糖質が必要かなと思って、またちょっとご飯を食べたりパンを食べたり、今しておりますが、なかなか増えないですね。で、53にはなりましたけれど、また52に戻っちゃったりして、51.5になっちゃったりして、また皆さんとお会いできるとき、こちらをなるべく毎月、朝昼だったり夜だったりになると思いますが、来ていただけたら、2回に1回ぐらいお会いできているとか、そういうふうにしていて、またいろんな方が加わって、どうぞよろしくお願いいたします。メンバーを最初にご紹介申し上げます。こちらから、ピアニスト山岸翔子さんです。そして、こちらですね、こちらですねモロッコからいらっしゃる森保佐伯さんです。モロッコじゃないんだっけ。そうですね、今日本の各地で気がついたらチュニジアにいたりねインドにいるね。そして渡辺拓海さんです。こんにちは。東北出身です。私もボランティアに行かせていただいて、釜石ですね。私、中野育ちで、この近くでも高校時代からバイトさせていただくことがあります。その後ちょっと後でお話します。勝秀夫と申します。どうぞよろしくお願いします。申し訳ないですが、フルート用のマスクっていうのを開発されていたり、クラリネット用作成というのも出てるんですが、それぞれ楽器ごとに私一応7種類やって、今日はまだちょっとリハビリ中なので2種類ですけれども、しかも歌も歌うものですから、作ったりしてなかなか答えられない、距離がありますのでね、もし皆さん、皆さんの方でもしっかりですから、カバーしていただければ、でこれ除菌もすごく、換気もしっかりしてますのでね、感染対策、楽しんでいただければと思います。で最初に第1部はですね、プログラムを渡したいのかなと思ったのと、クラッシー&マジャズの中で、ワルツ、夢の世界ですね。そういう曲を思い出していただきたいと思っております。ご挨拶代わりに白鳥をちょっとお三方アレンジで思い出していただきたいと思います。
映画はこれだったんですね。ビル・エヴァンス、ピアニストの、なんか最後のちょっときついっていう感じです。ビル・エヴァンスさん、あの、こちらについては黒人のね、もんであることもありますけど、黒人とか人種関係なくの人たちも、ブラック・ライブズ・マターをちょっとつけてますけど、素敵な曲。このデビーさんってのはお子さんでしたっけ？そう、そのデビーなんか。なんかそんな素敵なところで作られた曲です。ではワルツフォーデビュー。先ほどの曲調、実は元はワルツですね。ワルツっていう曲タタタタタいいですね。素晴らしいユニゾってくれました。それではワルツフォーデビュー。Thank you.
あのローザパークス女子とかね、バスボイコットしてる方3人並んだ写真もありますけれど、それずっとあの南アメリカとかね、アメリカ南部からずっとあるワシントンまであるわけですね。でそ の, あの丘の上にっていうか、あそこでこあのあの伝説がありますよね、有名な。あれはアドリブ、彼女がそ原稿じゃない方がいいんじゃないってそこで言うんだけど、自分の心情を語った方がいいんじゃないっていうふうにこそこそって言ったって言うんですよね。あのこのマイケル・ジャクソンさんがね、僕の